はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用まりのです。皆さん見てください、このドラえもん。じゃーん、めっちゃ可愛い。これポスト郵便局限定で、売ってるドラえもんをですね、ちょっとこの前買ってきたんで、冒頭せっかくなんで YouTube で紹介します。これドラえもんのポストの貯金箱があって、非常に可愛いんでね、家がだんだんドラえもんだらけになってきたんですが、今日はですね、本題ごめんなさい、今日は、辰巳法律研究所というですね、吉格予備校なんですが、ですね、この予備校皆さんご存知でしょうか。私もですね、実は最近、と言いますか、受験生時代に当然存在は知っていたんですが、最近といえば最近だなというふうにね思います。で、実際ですね、この辰巳法律研究所っていうですね、資格の予備校は再編したんですが、歴史はですね古くて、1972年に元検察官の近藤仁一さんっていいのかなという方が、私塾として立ち上げた予備校であります。で、司法試験ですね、予備試験法科大学院、こういった司法試験を最初メインで、やられていて、その他司法書士や行政書士、それから社労士、弁理士、宅建士ということで、主に法律科目全般ですね、法律系資格全般を、カバーして、提供しているというですね、予備校になります。で、私は司法書士なので、司法書士に限った話をするとですね、司法書士予備校としても、非常に人気の高い予備校でして、で私のですね、合格同期にもですね、辰巳法律研究所を受講していて、合格したという同期が、数名ですけど、お会いしたことがあります。で、実際、タック、レック、伊藤塾のようなね、形態をとっていて、生授業を聞くこともできるし、 DVD とか、それからオンラインの配信とかで、受講することもできるということで、価格帯もですね、同じような価格帯で40万から60万ぐらいということで、あります。で、 YouTube とかでも、積極的にですね、ここの情報発信に力を入れてまして、 YouTube も1500本ほどね、動画が上がっております。で、私がこの、予備校に関して、一番印象的なのはですね、やっぱり講師の先生が一人一人非常にストーリーを持っていて、ユニークな先生が多いなという、印象があります。で、例えば、もともとショップ店員だったということで、法律の世界とは無関係な方が、司法書士試験に合格している。それから、中卒とかね、あとは、システムエンジニアとか、全く別の世界から変わって司法書士の世界に入ってきている先生がいるので、実際にこう皆さんそれぞれストーリーをお持ちなんですよね。で、それから一番ね、インパクトがあるなと思ったのが、5ヶ月で合格されている先生がいたりとか、そういった、講師の先生にですね、ついていくというイメージなんですよ、なんだと思いますか。講師の先生の、この先生を受講するという感じで、非常に人気、選ばれている予備校なのかなというイメージがあります。で、私自身は実際ですね、どの予備校を選んだらいいですかっていう質問がめちゃくちゃ当時あったんですけど、本当にですね、今予備校の選択肢が多すぎるなと思っています。以前ですね、うちの動画でもサブスクモデルの予備校があったりとか、あとオンラインでの、予備校、それからスマホで合格とかいうね、司法書士予備校が誕生したりとかしてきて、本当にね、私が受験していた平成28年とかよりはね、一気にですね、選択肢が広がったというイメージがあります。で、私が予備校選びの中で一番重要と思っているのは、やっぱりですね、合格実績がいっぱいあるところ、ここが一番あるところを選ぼうと思って私はレッグを選んだんですけど、それは人によって全然違うと思います。やっぱり経済的な問題で、受講料が一番安いところがいいというところがあれば、もちろんという人もいれば、当然ですね、こういった5ヶ月で合格した先生に教えてもらいたい、早く合格したいな、そういうのもあると思いますし、人によってね、ニーズというのは違うと思うので、どれがいいというのは一概には言えないですが、何もわからないなら合格実績が一番いいところというイメージがあります。で、あと、予備校のですね、やっぱりいい予備校というのは模試の評判が高いです。もし実際ですね、他の予備校を受講してても、例えば私レック受講してましたけど、やっぱり伊藤塾の、模試は絶対受けるべきだというふうに業界、受験業界で言われていたりとか、いい予備校は模試の評判が高いので、あとは模試がいいだとか、そういう見方で選ぶというのも、一つの選択肢なのかなという、感じがいたします。いずれにしてもですね、辰巳予備校は
合格実績はちょっとホームページからは確認全然できなかったんですが、合格者がね、私の同期にもいたので、非常にね、いい予備校だというふうにも、まあ、思っております。まあ、ちょっともしも受けたことないので、ちょっと何とも言えないんですが、もしね、受講されている方いたらぜひね、コメント欄にコメント寄せてください。やっぱりね、本当に選択肢が多くなってきているので、司法書士 YouTuber としてはですね、いろんな方のこう口コミとかですね、実態とかそういったのをですね、紹介できたらいいなというふうに思って情報をね、いろいろまとめています。以前は大原とか、それから、タックさん、伊藤塾、等々も、ね、紹介させていただきましたので、今日はですね、ちょっと辰巳、法律研究所をご紹介させていただきました。ちょっとですね、他の予備校に比べて情報が少ないので、ぜひね、また要請いただいたらアップデート情報を、ね、お届けしたいというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、今日は皆さん以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。